ファディア・ビント・ファールークは、ムハンマド・アリーケ統治期のエジプト王家の一員。最後のエジプト王・フワード二世のイボはエジプト王、ファールーク一世と、その最初の妻・ファリダ王妃の三女、末娘として生まれた。両親の間には、フェリアルと、ファウジイヤの二人の姉が生まれていたが、ファディアの誕生以後は、子供がなく、 父は1948年に四ぎを設けるために母を離縁し、1951年にナリマン・サビクと再婚した。1952年、エジプト革命に伴って、家族と共にエジプトを脱出し、イタリアに逃れた。姉たちと共に、スイスの寄宿学校ルグラン・ベルジュ校で学び、絵画制作や馬術に打ち込んだ。 大学に在学中、スイスに亡命した、ロシア人貴族の子孫で、地理学者のピエール・オルロフ公爵と知り合い、1965年2月17日に、ロンドンのケンジントン結婚記録登記書で結婚した。オルロフ公爵は、結婚に際してスンニハムスリムに改宗し、サイードと改名した。夫妻はマニ、ミシェル・シャミール、アレクサンドル・アリーの二人の息子を設けた。 ファディアはフランス語、英語、イタリア語、スペイン語に堪能で、スイス観光省に通訳として勤務した。2002年に亡くなり、カイロ、あるリファンアイ・イ・モスクの複合病に葬られた。ABCDE ・エジプト、ザ・ムハンマド・アリ・ダイナシー・ジーニアロジー、ハット ABCDAL ・アハラーム・ウィークリー。 エジプトアーカイブド2009年5月18日、アットザウェイバックマシン、タイムドットコム、US、マイルストーンズ、フェブラリー26。1965ハットブリティッシュパテ、レジスターオフィスロイヤルウェディング、ビデオニュースリールフィルム、ハット BBC ニュース、ワールド、ミドルイースト。ありがとうございます。